栗原藩は、下佐国葛飾郡栗原里に存在した藩。陣屋の場所は不詳であるが、かつて、千葉市、高木市の市場であった小栗原城及び藩主であった、成瀬市の菩提寺のあった、法政寺の周辺のどこかに存在したものと、推定されている。徳川家康に古くから仕えた、老臣、成瀬正茂が、小田原征伐後に、下佐国葛飾郡に四千国を与えられ、 栗原里に入ったことに由来する。栗原里の中心部であったと推定されている、本郷村は、原禄期の国高は466国、同じく小栗原村が289国、双子村が360国であったことから、栗原里の中心部から周辺に広がった、現在の船橋市、市川市にまたがるより広い地域を所領としていたと考えられている。慶長五年。 関ヶ原の戦いの先行により、海野国内に2万国、三河国鴨群内に1万国を加増されて3万4千国の大名となった。後に老中にも任じられている。慶長16年、海野国内の2万国は、尾張国内に移された。現那2年、正重は、尾張藩主となった、家康の旧男、徳川義直の不我老となったため売信扱いとされ、 所領も終わり国犬山へ移された。その際に、正主家の次男、成瀬幸主家が、父の領地の内下佐三河国内一万四千国を分与され、自身の持つ武蔵区に働く軍千国と合わせて、栗原藩一万五千国の第二大藩主となる。のせいは、徳川秀忠の故障として、大阪の陣に参戦しており、藩主就任後も、 秀忠の命で寝頃足軽を率いるなど信任が扱かった。現那9年に、それまでの功績によって、大見国内に千国の加造を受けて一万六千国の藩主となった。ところが、寛営11年に徳川家光の上落に従ったの生が急成し、後を継いだなるの虎が、寛営15年に創生したため、栗原藩のなる氏は、むつぐ断絶で海域となった。 ナルセ氏の菩提寺である宝聖寺には、初代正重を含めて三代の藩主の墓がある。また、の姓の墓には巡視した三名の家臣の遺骨も共に収められている。小田原聖罰後廃場となり、栗原藩では用いられなかったとされているが、栗原里が、ナルセ氏以前より重要な拠点とされていたことを示しており、陣屋もその周辺部に置かれたと考えられている。 法政治のあった旧本郷村には、屋敷跡、三倉下などという小技があったと伝えられているが、栗原藩人屋との関連については不明である。ありがとうございます。